どうも、じゅんです。今日はですね、こちらのご紹介をしたいなと思います。はい、こちらでございます。ソニーの FDR-X3000、予約してありましたので、今日仕事の帰りに発売日、決前期によって、受け取ってきました。ちなみに値段が税込みライブ用リモコンなしなんですが、4万8000円で、購入してきました。価格コムの最安が今4万8300円ぐらいですかね。それよりかは若干安く購入することができました。まあ、どんどん下がっていくと思いますけどね。で、ライブビューリモコンに関しては、今までのライブビューリモコンがおそらく古いやつですね、使えると思いますし、携帯電話で確認できるということで、とりあえず今回はライブビューリモコンなしバージョンを購入しました。で、簡単なちょっと開封と仕様とですね、あと今までの AS50 だったり X1000V だったりと、ちょっと大きさとかを比べたいなと思います。動画の比較に関してはですね、また改めてちょっと撮影する時間を作ってですね、X1000V と X3000 の 4K で撮った時のどれくらい手ぶれが抑えられるかとか、そういう動画比較も、近いうちにやりたいなと思っておりますので、楽しみにしていただければいいんじゃないかなと思います。とりあえずは今日は内容物の紹介とか、簡単な大きさの紹介だけさせてください。はい、じゃあそれではですね、ちょっと開封をしていきたいと思います。といってもちょっと一回さっき開けちゃったんで、バッテリーパックとかは、袋から出ちゃってるんですけど、ちょっとね、開けてみたいと思います。マイクロ USB ケーブル、あとこれアタッチメント等とつなげるときに使うパッチンって止めるやつ、あとバッテリー。バッテリーに関しては X1000V だったり AS200 だったり AS50 だったり、同じ X シリーズの X タイプのバッテリーを使っておりますので、お持ちの方はそのまま使うことができます。あとは保証書だったり、ステッカー、アクションカムのステッカーだったり、製品登録のおすすめ、あとは、はじめにっていう書類が入ってるだけですね。説明書はネットでダウンロードになる形ですよね。あと、こっち本体開けていきます。はい、出ました。こんな感じで、SC60m 対応のウォータープルーフケースにこうやって入ってますね。これも付属になってます。だからもうこれ買えば 60m まで水の中入れて動画撮ったりすることもできますね。開けてみますと、はい、こんな感じです。これ AS50 なんですけど、AS50 と比べてデザインがそっくりですよね。ボタンの配置とか。ね。裏側にここ開けると、マイクロ SD だったり、確かメモリースティックも OK ですね。ここに入れることができます。で、バッテリーに関しては、今まで X1000V だったり AS200 がこうやって後ろから、ね、ここのとこがこうやって入れてたんですけど、今回からはこの側面になりました。ここに、こうやって入れて、ね、こんな感じです。これで使うことができます。ちょっと電源入れてみたんですけど、音わかります？今までの起動の時の音って、これだったじゃないですか。個人的には、こっちの時の起動のソニーの音の方がいいですよね。いかにもソニーって感じじゃないですか。うん、で、このなんかね、テロリロリンっていうのね、こんな音になっちゃいました。じゃあね、ちょっと3種類、AS50 と X1000V と X3000、この3つの大きさを比べてみたいなと思います。ちょっとサイズ的には AS50 の方が3000に近いのかな。上から見てもらうとわかると思うんですけど、厚さに関しては、若干ちょっとここの空間テーブル補正のこうユニットが入ってるんですかね。ここの部分がちょっと太いですよね。他のに比べて。全長に関しては、こうやってくっつけるとわかると思うんですけど、AS50 とね、そっくりなんですよ、大きさが。で、X1000V やっぱでかいですよね、こうやって見るとね。で、あと横。わかりますでしょうか。ちょっと X1000V と比べてみましょうか。全然違うんですよ。ちっちゃいこれ、コンパクト。で、重さは一緒らしいんですよ。一応カタログ上はね、重さは一緒。高さも X3000 の方がちっちゃいです。だからね、このコンパクトサイズになって、さらに空間手ブレ補正を入れてきたっていうのはかなりいいですよね、本当に。4K 撮れるしね。AS50 より今ちょっとね、一回り大きいかなって気がするんですけど、厚み的には。だけど、X1000V から比べたらかなりコンパクトになったと思います。レンズの部分が全然違いますよね、これね。こっちが3000ですから。空間手ブレ補正、これね、多分ね、動画だとわかんないと思うんですけど、よーくここを見ると、なんかね、動いてる気はします。一番外側のレンズは動かないで、その中のレンズがセンサーと一緒にこうユニットで動くようになってるんで、よく見るとね、なんか動いてるなって気はします。ちょっと参考までに、これソニーの AXP35 なんですけど、わかりますか？中のレンズが動いてるの。なんとなくわかると思うんですよ、動画でもこれ。
これのコンパクトになったのがこれに入ってます。で、あとこれなんですけど、これ各アタッチメントと付けるためのこのパーツ、ここの裏側のネジが AS50 からこう手で回せるようになったんですよ。今までの X1000V の頃はこうマイナスでしか回せなかったんでめっちゃ不便だったんですけど、これはあの今回から手で、あの AS50 からか手で回せるようになったんで、これはあのさりげないんですけどめっちゃ便利です。これは本当にここだけ売ってるのかな、新しいやつあればね買い替えた方がいいですよ皆さん。どっか行った時にちょっとね付け替えたいなって時にいちいちコインとか出すのめんどくさいんで、これがあると本当に早くて便利です。ちょっとした良くなったポイント、はい、いかがでしたでしょうか。内容物とかね、こんな感じで大きさなんかもかなりコンパクトになってますよね。で、空間手ブレ補正も入ってますので非常に使い勝手がいいんじゃないかなと思いました。実際まだ撮影してませんのでどんな感じの映像を撮れるかっていうのはわからないんですけど、まあ、ちょっと 4K でどんな感じで撮れるのか非常に楽しみではあります。簡単なちょっと仕様もご紹介させてください。こちらの X3000 に関して、一番いいのはあのソニーのホームページで使用書を見るのが一番いいんですけど、画素数に関しては、有効画素数に関しては818万画素。これは動画も静止画もともに818万画素となっております。センサーサイズは今までと一緒ですね。F 値も 2.8 でそのまんまかな。これ知らなかったんですけど、タイムラプス撮れるんですね。アクションカムって。これ今までも撮れたのかな？全然使ってなかったんで分かんなかったんですけど、あと最低車体照度、6ルックス、あとブレ補正機能は光学式ということで空間光学方式、空間手ブレ補正がここに内蔵されてます。で、最短撮影距離が50センチに若干伸びてます。今までは確か30センチじゃなかったでしたっけ。50センチということで若干伸びてるんで、これぐらいですよね、50センチだとね。まあこれぐらいあったらまあ不便はしないと思うんですけど、ちょっとね近づいた時にピントが合いづらいかなって気がしたりもしますね。記録メディアに関しては、メモリースティックマイクロもしくはマイクロ SD が対応となっております。バッテリーに関しては先ほども紹介しましたけど X タイプが使用可能となっております。で、また X3000 に関しては、裏にですね HDMI 出力だったりマイク入力端子もついてますから、この辺は便利に使えるんじゃないかなと思います。あと裏の三脚ネジも4分の1の三脚ネジですので、比較的扱いやすくなってるんじゃないかなと思います。で、本体重量に関しては X1000V とカタログスペック上は一緒です。本体質量は 89g で、撮影時総質量要はバッテリー込みですね 114g となっております。で、 NFC も対応、 Bluetooth も、内蔵、 Wi-Fi も内蔵で、オートパワーセーブもついてます。で、自動逆光補正機能もついてるようですね。まあやっぱりこの X3000 のなんといっても特徴はあれですよね、空間手ブレ補正がやっぱ入ったってことが一番大きいと思います。それ以外にもですね、防滴仕様ですから1個前の AS50、 1個前っていうか1個前にまあ発売されたという AS50 は防滴仕様ではなかったので、X50 ぐらいのサイズで防滴仕様になって 4K が撮れるっていうのは結構まあ最強じゃないですかね。 GoPro よりいいんじゃないかなと個人的には思ったりします。まあ、GoPro 持ってないんで分かんないんですけどね。まあ、GoPro、GoPro で、薄が、こう、四角いじゃないですか、GoPro って。あっちの方がいいっていう方も結構多いですからね。大きさとか、作り的な問題で。ソニーは、もう何なんですかね、空間テーブル補正入れるために元からこうやって縦長にしたんですかね。そういったイメージもなくはないんですけど。で、あとですね、この、今まで使えてた、この、レンズプロテクター。これは、ここのレンズのサイズ変わってますから、今までのは使えません。これは新しいやつ。ちょっとなんか、出っ張っちゃうでっかいやつ。プロテクター出てるんですけど、それを使用していただければなと思います。はい、じゃあ今回はですね、簡単ではありますがソニーの FDR-X3000 を購入しましたので、それの開封と大きさの比較とをさせていただきました。非常に簡単で申し訳ないですが、近いうちにですね動画の比較ともやりたいなと思っておりますので、またその時はぜひ見ていただければなと思います。こんな感じでですね、カメラ関係だったり、あとパソコン関係、ドローン関係、車関係、いろんなことやっておりますので、ちょっとでも気になれば下の方からチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またコメントと、ちょっとでも動画がいいなと思ったら高評価もぜひ押していただけると大変嬉しく思います。ではまた別の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。あ、ちなみにですね、フェイユーテックの G4GS、このブラシレスジンバルアクションカム用ですね。それにも、ここのね、空間テーブル補正の出っ張りがあるんですけど、取り付けることは可能なんですが、わかります？ちょっと斜めになってるの。ここがね、入らないんですよ、うまくここに。だなんかね、クッション入れたりして、ちょっとまっすぐにするとか、しないとダメかもしれないですね。でね、あと、若干厚みがなんか増してるかなんかで、ちょっとネジが結構ギリギリだったりするんで、これも考えないとダメかな。一応なんとか取り付けることはできてます。一応それだけ補足させてください。フェイユーテックの G4GS。まあ、なんとか使えるかなっていう感じですね。